はい、皆さんこんにちは、桜井です。今日のゲスト、ペイさんです。よろしくお願いします。今日はペイさんにカレー作りを教わりたい、しかもスパイスカレー、スパイスカレーですね。楽しみたいと思います。というわけで食材がこちら、ドン。ここら辺のスパイス類入ってくるんですね。ローリエ、カルダモン、カルダモン、クローブ、クローブ、全部ここら辺ホールで、うん、初めにちょっとこう使うやつ。これなんだ、ジャン、サバ缶、サバ缶。よし、じゃあこの食材を用いてカレー作っていきます。よろしくお願いします。お願いします。魔法の白い粉。あ、怖い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 。元気なるやつちゃうの。塩です。塩か、よかった。これがターメリックや。この状態で溶かしていただきます。行きましょう、溶きましょう。生姜、生姜とニンニク、はい、1枚。おお、しっかり皮もついてね。はい、うんうん、生姜とニンニクに投入。投入します。そして、お、出ました、ミックススパイス。いいですね、もういいですね。ラップをして、30分放置、放置、染み込ませる、染み込ませます。はい、はい、ペイさん、はい、もうね、カレーの準備に取り掛かるんですが、はい、両者のこれ何でしょうか。これ、あの、油にちょっと香り付けしていくのに言うてましたね。はい、テンパリングという作業をしていきます。はい、で、あの、クミンシードとか、これがね、増えてる、これ見て、これ初めて見た、これクミンシード、クミンシード。さっきちょっとね、あの、これをミキサーにかけたやつもありましたけども、これも、これをこのまま使っていく、このまま使っていく。なるほど。ブラウンマスタードシードっていう、あの、マスタードの粒ですね。うんうんうん。これをさっき入れます。はい、こいつからちょっとポクポクと、あ、ほんまやほんまやほんまや、気泡が出てきてますよ。出てきてる、このカルダモンから、カルダモンの種から。美味しくなるんやろな、こんなにスパイス入れたら。いい音。おお、スパイスのいい香りします。はい、刻んだ玉ねぎです。粗みじんってやつです。粗みじんにしてます。玉ねぎ1個分ぐらいですかね。ペーサー、だいぶいい感じ、水分飛んできました、水分が。はい、このメイラード反応っていう、待って待って、何、メイラード反応、メイラード反応、もうなんかあの格闘家みたいなのでメイラード。ここからサバ、あ、そう、これ忘れてたわ、まだ入れなくて、うん、まだ入れんのかよ。今日はまだ入れない。これ、あ、トマト缶を大体200になるの、まあ、半分トマト缶だ。はい、水分飛ばしていきます。はい、はい、それでは水分飛ばしました。はい、だいぶトマトがね、あの、こんないい色味になってきて、やっとこさ、きた、サバ缶を、今日のメイン食材、あ、ドーンです。えい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 、サバ缶って骨まで竹炊いてるから、うん、栄養満点やし。はい、だいぶいい感じで、いい感じでちょっと泣けてきたので、うん、最後のほんまに仕上げで、ちょっとココナッツ、こんな初めて見たもん、俺、すごい、おお、スルーと溶けていった、アイス入れたみたい。確かにバニラアイスみたいな感じで、ね、バニラアイスみたいで、これでまたね、味がまろやかになるんでしょう。まろやかになってコクが出る、うわーになります。お腹がじっとなってます。サバカレーの完成。やったー、はい、じゃあこれ漬け込んだやつや、鶏肉、オリーブオイルたっぷりです。これもスパイス染み込んでるやろな。はい、鶏肉焼いたやつがめちゃくちゃいい色じゃないですか。出来上がりましたので、これもトッピング。さあ、炊飯器オープン。めんどうわー、めっちゃいい色、香りもちょうどいい感じの、ね、すごい香り。じゃあご飯盛りまーす。おー、すごいすごいすごい、盛り付けです。はい、盛り付けます。うわー、いいですね。おー、なんかハンバーグみたいな。大きいですね。これの何ですか、それは。よくある風のやつ。あ、ほんまや、見たことある、何かわからんけど食べてたやつや。カスリメティっていう、カスリメティ、カスリ、カスリメティ。わあ、雰囲気が余計にグッと締まってる。香りもいいですし、見た目がね、あの、よりスパイスカレーっぽくなるんで。ピクルスです。これは何で漬け込んであるんですか。これも酢と砂糖だけ、うん、オンリーのみ。すごいよ、いい色で
ですよ。はい、これで完成でーす。やったー、できましたわ。素晴らしい。じゃあペイさん、いただきますね。あ、食べてください。ありがとうございます。いただきます。いただきます。何から食べようどうしよう。やっぱりまあでもこのサバのルーと一緒に。参った参った参りました。よっ、本当にお店の味。うわー、すげえ、噛めば噛むほどスパイスが出てくる。おいしい。ちょっと待ってくれ、これ。じゃあお肉もいこう。これもスパイスでね、しっかりと味付けして。もう絶対店構えるべき。イベントで出すとかじゃない。店を構えなあかん、こんなおいしいの作れるの。うん、サバのホロホロ具合。なんて言っても水煮でね、サバ缶で作ってるから、そうそうそう、とっても簡単。 A さん、ピクルスもすごく甘くておいしい、うん、もう玉ねぎ特有の辛みなんか一切ない。もうほんと甘い、おいしい。すごいわ、これ本当にすごいっす。家庭でこの味は普通出せない。なんかスパイスを最初準備するのはちょっとね、手間かもしれないですけども、うん、いざ買ってしまえばあとはもう置いときゃいいだけやから、ね、で日持ちもするんちゃいます。日持ちは全然します。お、買って置いときましょう、うん、そちなみに、うん、100均とかでも売って、スーパーで売ってるぐらいの、はい、うん、スパイスで。あ、そうなんですね。全然そのホールスパイスはあんまり売ってないかもしれないけど、はい、そのパウダー、粉のやつっていうのは簡単に手に入るスパイスばっかりなんで、うん、基本的には。じゃあもう余計に時短でできるかも、皆さん。そう、皆さんもぜひこれスパイスカレー、僕もですけども、また後日生配信も頑張りたいと思うし、いや今日は本当に美味しいサバカレーありがとうございました、ペイさん。いや、ありがとうございます。というわけでここまででございます。ペイさんが作ってくれた特製のサバスパイスカレー、最高の味でした。ありがとうございました。はい、ペイさん、ありがとう。ありがとう。